どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。12月30日土曜日、今年も残すところあと1日となりました。皆様いかがお過ごしでしょうかお疲れ様でございます。ということで、えー、っとね、今日はね、2024年来回予想図っていうテーマでやってみたいと思っております。というのはですね、来年、 M 型ライカが誕生して、70周年を迎えることになりました。めちゃくちゃワクワクしております。1954年に M3 が発売になり、70年が経ったということで、要するに、いろんなもんが出るぞっていうね。M 型が盛り上がる年でございます、来年は。はい、ということでね。 えー、来回予想図行ってまいりたいと思います。その前に、えー、ネット界隈で、まあ、あのー、ちょっと話題になっているお話なんですけど、SL3 がね、えー、ぼちぼち出てくるんじゃないかと。来年3月あたりに、えー、SL2 の後継機種、来回 SL3 が発表になるかもっていうね、えー、リーク情報なんですけど、えー、まあ、噂レベルなんですが、どうやら SL2 よりも、 一回り若干小さくなって、えー、軽量化されているということで。で、えー、スペックが、ライカ Q3 と同じっていうね。あのー、話なんですが、だから、6030万画素になって、まあ、もろもろ。中身はね、ライカ Q3 と同じということで。まあ、ただ、あの、SL の場合は、レンズがね、豊富なんですよね。L マウントレンズですよ。 Q3 はね、レンズ一体型なんで、レンズ交換できないですよね。まあ、それが逆に、あのメリットでもあるんですが、SL シリーズっていうのはね、ま、いろいろレンズ交換楽しめる。マウントアダプターをかまして、まあ、M マウントレンズをね、つけたりとか、そういうことを皆さんされているかと思うんですが、まあ、楽しみですね、SL3。僕もですね、まあ、買うか買わないかちょっとまだわかんないんですけど、注目しております。はい。 ですが、スペック。おそらく、あの、高画素がね、好きな方。高画素、高画素とかね、言ってる人。ちょっと物足りなさを感じてるんじゃないですかぶっちゃけ。なんだ、また6000万画素かよっていうね。M11 が6000万画素になって、えー、M11 モノクロームとか、M11P もずっと6000万画素できて、Q3 も6000万ですよね。 SL3 はせめて7000万8000万いってくれよって思ってらっしゃる高画素大好きな方いらっしゃるんじゃないでしょうか。残念でしたっていうことで。まだわかりませんけどね。まあでも6000万画素あればね、まあ、取れないものはないかなと。うん。まあいずれにしろ楽しみですね。SL3 来年3月に出るかもっていうね、話なんですが。ちょっと話戻しましょう。本題。来年。 M 型70周年ですよ。1954年 M3 が発売になってえ、そっから70年ということでね、ちょっとね、あの、M 型ライカの歴史を,をまとめました。えそれをね、まあ、ざっくりで申し訳ないんですけど、語ってみようかなと。まあ、詳しいことは、イゲオさんのチャンネルご覧になってみてください。 写真機のある生活。僕あれ好きなんですよね。イげオさんのチャンネル一番詳しいんでね。えー、ライカに関して一番詳しいチャンネルが、えー、いげさんのチャンネルでございます。詳しい、えー、情報はそちらの方で。えー、僕はね、ざっくりと、M 型ライカの歴史、えー、語ってみたいと思います。1954年 M3 発売。はい、ここから M 型は、あ始まっております。それまではね、バルナックライカだったんですよね、ライカは。 はい。その後、M2 ですね。M3 の、お簡素版として発売されたのが、M2。で、さらに簡略化されたのが、M1。でね、3、2、1と下がっていくわけなんですよ。で、まあ、ここら辺の話は、割愛させていただいて、えー、1967年、ライカ M4、名機ですね。 はい、出ます。え、そして、え、1971年、僕のね、生まれ年なんですけど、ライカ M5。これがね、あ,あの、不人気だったそうですね。僕のバースイヤーは、えー、不人気だったということで、僕好きなんですけどね、M5。めちゃくちゃかっこいいと思うんですけど、ね、なんか、あの、なんか弁当箱ってね、えー、なんか、言われてますけど、なんかね、ちょっと不細工なんですよ。 でもそのブサイクさがね、なんか可愛いなぁと思っております。M5 ですね。で、その後、1977年、M4-2、50周年アニバーサリーモデルとして、M4 を一時的に復活させた後、77年には改良版となる M4-2 を発表しましたということで。 はい。これネット情報でございます。詳しくは、いげおさんのチャンネルの方でよろしくお願いします。はい。80年代、1981年、M4P、出るんですよね。はい。M4P ね、お持ちの方、これ、あの、結構いらっしゃるんじゃないですか僕ね、一度だけ見,見せていただいたことがあるんですけど、かっこいいですよね。 うん、1981年にデビューしたと。その後、これも名機ですね。え出ました。ライカー M6。M 型が誇る、こう、なんていうのかな。金字塔っていうのかな。なんかあの、M6 って、めちゃくちゃかっこいいっすよね。うん、村田さん持ってるんだよね。 えー、今度ちょっと撮らせてほしいなあ、一度触らせてもらったんだけど、うん、今度撮らせてもらいたい。あの、フィルム買っていくんで、ぜひ撮らせてください、村田さんね。はい、M6。え、その後、1998年。M6TTL の発売。で、2000年代になると、M7 ですよ。M7。これ、最後の、おフィルムライカンになるのかな うん、2002年に M7。もう世の中はもう一、えー、デジタルカメラの時代ですよね。だから、ライカってデジタル化、デジタルに移行したのが遅いんですよね。はい。さあ、そして2003年、ライカ MP。えー、M6 をベースに、なんかね、えー、改良したモデルだということで。はい、ここから2006年。ここからライカは、 え、デジタルに移行していきます。2006年9月。ライカ M8。かっこいいっす。はい。まあ残念ながらね、もうあの、M8 を中古で手に入れても、あの、修理がね、できないんじゃないかって言われてるんですよね。 ここら辺 m 8系お持ちの方、どうされてるんだろう僕の友達もね、M8 とか、M8.5 お持ちの方いらっしゃいますけども、えー、壊れた場合どうするのかな今度あったら聞いてみよう。そして2008年9月、M8.2 ですよね。この8.2って何かっていうと、まあ今で言う P ですよね。はい。P の意味は、 プロフェッショナルなのか、ちょっとここら辺詳しいことは分かんないんですけど、多分プロフェッショナルのことだと思うんですけど、まあ、M8P と思ってもらってもいいかもしれないですね。うん。えー、シャッター音がね、えー、変わったりとか、もろもろ外観の変更ですとか、うん。これも、おかっこいいですね、8.2。はい。そして2009年、ライカ M9 出ました。M9 ファン多いですよね。 未だに多い。っていうか、M9 の写り最高ですよ。これ M9 ね、えー、1850万画素ですよ。うん。だから、M10 とかね、M11、今のね、M11、M11P。だから、M9 の、あの、色味を、色味に寄せた作りにしてるっていう。なんかね、えー、おっしゃっても、ライカストアの方でね、聞きましたけど、M9 寄りにしてるんですよね。 うん、だから、M9 を復刻させてくれっていうね。僕は前から言ってるんですけどね。はい。勝手に言ってるっていうね。はい、その後2011年。うーん、M9P。かっこいいですよね。M9P。お持ちの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。大切に使ってください。はい。その後2012年。出ました。 モノクロ機。初のモノクロ機ですよ。ライカ M モノクローム。これはいいっすよ。僕はね、今最新の M11 モノクロームを,を所有しておりますがあ、これの初期、初期バージョンですね。はい。これもね。 これね、僕ね、撮ったことないんですよね。お持ちの方。ちょっと貸してください、えー。よろしくお願いします。なんかね、コメント欄書き込んじゃってください。持ってる方ね、もう気になってしょうがないっていうね。はい。同じく2012年、ライカ e ME。M9 をベースに、USB 端子とファインダーのフレームセレクターレバーを省略し、うん、うん、うん。よりシンプルさを強調したモデルとなっておると。ここから、 M9 とかね、M10, M11 っていう言い方ではなくなるんですよね。ここからね、ライカは2400万画素になるのか。え、そして2014年9月、ライカ MA。これはデジタルカメラ前世の時代に投入された MA は、フィルムを使って撮影する機械式レンジファインダーカメラの最高峰と読めるモデルと書いてあるんですね。あ、MA か。今もね、これ現行で売ってるんじゃないですか、これ確か。 2014年9月には、ライカ M エディション、えー、60。ライカ M システム60周年。今から10年前の話ですね。60周年モデル出たんですね、やっぱりね。だから70周年、70周年モデル出るんですよ、えー。僕の希望なんですけど、僕の予想なんですけど、今日はね、予想を語る回なので、だから70周年は、 M3 の復刻が出るんじゃないかと僕はね、えー、予想しております。っていうか、出て欲しい。ライカ M タイプ240。出ました。名機。超名機。あのね、先日までお借りしてたんですよね。もうね、あの、お返ししました。240はね。めちゃくちゃいいカメラでしたね。えー、僕のね、チャンネルの再生リストに、 えー、タイプ240のね、えー、コンテンツございますので、えー、ご興味ございます方、ぜひご覧ください。えー、タイプ240に特化した動画何本か上げておりますので、もうそちらの方見てください。はい。そして2015年、ライカ M モノクローム、モノクローム機出ましたね。タイプ246。2015年はライカ M タイプ262。えー、これはですね、 え、タイプ240と同センサーながら軽量化を果たしたシンプルなモデルということで。だから、あの、動画機能ついてたんですよ、240はね。動画機能と、ライブビューのね、背面モニターを排除したモデル。だから、えー、っと、動画撮らないよっていう人はね、えー、これ26、262を買うといいです。はい。262ですね。これも明記ですよね。さあ、そして2017年。 ライカ M10 発売です。M10 がここから始まってるんですよね。もう、M10 に関してはね、もう最近のイメージですよね。僕は M10P 持ってたんで、まだね、本当に数年前の話ですよね。2018年、M10P。うん。で、同時に発売されたの,されたのが M10D ですよ。これ何かっていうと、えっと、M10P のね、 M10P というか、M10 の背面液晶モデル、モニターをね、あの排除したモデルなんですけど、だからね、え、70周年モデル。多分ね、M11D が出るんじゃないかと、僕は予想しております。M11D 出るかも。ここちょっとね、強調して言っておきたい。はい、70周年は M11D が出るんじゃないかと僕は思っております。2020年、M10 モノクローム。 えー、同じく2020年 M10R ですね。こっから高画素の時代に来るわけですよ。ライカ高画素4000万画素のセンサーを搭載ということで、M10R。はい、出ましたね。そこから M10R の、え、ブラックペイントとかね。え、いろいろ、なんていうのあの、派生モデル出ましたね。うーん、かっこいいんですよ、M10R の、ブラックペイント。 さあ2022年 M11 が発売になりえ今年2023年 M11 モノクロームと M11P ここまでかなはい1954年から2023年の M 型ライカをざっくりとで申し訳ないえ語ってみましただから、えー、70周年モデルは僕の 希望としてはだから M3 の復刻、フィルムライカーですよね。復刻を出してほしいっていうのと、M11D が出るんじゃないんですか、ライカーさんということなんですよね。はい。ということで、えー、今回はね、えー、来年、2024年はライカーが70周年、M 型ライカーが発売になって70年が経つということで、いろんなものが出てくるんじゃないかという。 来を予想ス立ててみました。皆様の見解はいかがでしょうかはい、ちょっとね、暑くなってまいりましたが、年末ね、いやー、なんかワクワクしますね。本当にね、皆さんどう思われ、思いますかなんか出るでしょうね。楽しみです。はい、ということで、えー、今回はね、この辺にしたいと思いますが、えー、今年もね、残すところあと1日。 明日日が大晦日ですね皆ささんどうかゆっくくりしてくださいお仕事の方もいらっしゃるかと思うんですがなるべく早くお仕事終わられてですね、えー、ゆっくりしてくださいよろしくお願いいたしますということで今回の動画以上となります是非、えー、ですねチャンネル登録そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いしましょうさよなら